ピエトロ・ジェルミは、イタリアの映画監督、脚本家、俳優、リグリア州ジェノバに生まれる。新聞売り、メッセンジャーなど職を転々とした後、会員学校に入るが、やがて俳優を志して、ローマの映画実験センターに入所。演劇家で3年間学んだ後、監督家に転席する。ちょい役の俳優や、助監督、脚本家として下積み生活を送り、1945年、 ビルテスティモネで監督デビュー。シチリア人など、イタリア社会の底兵を支える庶民を、主人公に、ネオレアリズムの社会派ドラマを、次々と発表する。越境者で1951年の、ベルリン国際映画祭、銀マ賞、ベネツィア国際映画祭、セルズニック賞を受賞。また同年、街は自営するで、ベネツィア国際映画祭最優秀イタリア映画賞を、受賞。 自ら主演も兼ねた鉄道員、刑事は映画音楽のヒットとともに国際的に評価された。その後、偶意的コメディに路線を転向し、イタリア式離婚競争局で1962年のアカデミー脚本賞、カンヌ国際映画祭コメディ賞を受賞。1966年には、ミツが一杯でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞し、 国際的名声を確かなものにした。俳優としても活躍し、自らの監督作のほか、マリオ・ソルダーティ監督のフーガイン・フランシア、ダミアーノ・ダミアーニ監督の口くれない、マウロ・ボロニーニ監督のビアンカなどに主要な役柄で出演している。また、駆け出しの女優であったステファニア・サンドレッリを演技ハスターに育てたのも、ジェルミの功績である。1 9 7四年、 肝臓癌の試し去、60歳、ありがとうございます。